次に庄司健一君。庄司君。公明党の庄司でございます。今日は全般的質疑ということで、私は今日は元日に発生をいたしました能登半島の地震を、振り返りつつ、今後の半島防災、この教訓、知見をどう生かしていくかということを中心に、いくつか議論させていただきたいと思います。今朝も奥能登震源地として大きな地震がありました。ご地元の皆さんにとっては本当に不安な日々が続いていらっしゃると思います。改めてお見舞いを申し上げたいというふうに思っておりますし、また政府としても全面的にお支えをしていくという、そういう強いぜひメッセージをですね、発信をし続けていただきたい、そんなふうに思います。でまず最初は、半島振興法についてお尋ねをさせていただきます。1985年に10年間の時限立法ということで、この半島振興法制定がされまして、以来3回期限の延長をして、来年の3月末でこの10年間の時限が切れると、こういう時期に今来ております。で半島というのは高齢化が進み、過疎化が進行し、条件不利地域ですから、こうした半島振興法のようなルールで半島での暮らし、なりわい、社会経済活動、これを支えていく必要があるというふうに思っておりますが、次にもし延長するとすればですね、今回の能登半島地震で露見をしております半島地域の脆弱性ということについて、しっかり補完をするという仕組みを入れながら、ぜひ延長をしていただきたい、そんなふうに考えておりますが、政府の所見を伺いたいと思います。黒田国土交通省国土政策局長。お答えいたします。能登半島を含みます半島地域、これにつきましては三方を海に囲まれまして、平地に恵まれないなど地理的条件に不利性を欠いておりまして、特に委員ご指摘のとおり災害時には交通や情報の途絶の危険性が高く、風水害や大規模地震に伴います津波の被害、これも懸念されるところでございます。で今回の地震におきましては、地震の揺れや津波による被害に加えまして、山がちな半島の先という特性から来ますインフラの大規模な損壊、代替ルートの少なさ、これによりますライフラインの寸断、途絶など、甚大な被害が生じているところでございます。改めて半島地域におきます安全安心な暮らしを実現するため、防災機能を強化するための交通基盤整備、生活環境の整備に加えまして、半島地域の強みを生かした産業振興、これについての必要性を認識しているところでございます。ご指摘の半島振興法につきましては、令和7年3月31日に法期限を迎えますけれども、これまでの制定、改正につきましては、議員立法により措置されてきていると認識をしております。国土交通省といたしましても、現在、国土審議会におきまして、議論を重ねているところでございます。今般の能登半島地震の被害状況を踏まえまして、半島地域の住民が安心して暮らし続けられるように、引き続き検討をしっかりと進めてまいりたいと思っております。庄司君。ぜひ検討いただきたいと思います。累次、これまでの延長の中で、補完的な事業を増やしてきていただいておりますが、地元の市町村からはですね、例えば半島振興道路事業債のような記載が打てるけれども、市町村の負担も大きくて、なかなかこれ、使い切れていないという声もいただいておりますので、ぜひ中身のある見直しをお願いをしたいと思っています。もう一点は、今回の能登半島地震だけではなくて、過去の大きな災害時もそうなんですけれども、被災された皆様がどこに避難をしていらっしゃるか、その所在がつかめないというのが、今も課題でございます。石川県も今、LINE の登録などを独自に工夫をしながらですね、被災された皆様の掌握に努めていただいてはおりますけれども、これから復興まちづくりをやるにしても、いわゆる被災者の方々の意向調査ができないと、あるいは行政の情報が届かないと、こういう不具合が出ておりまして、これは早急に是正をしていかなければいけない課題だというふうに思っておりますが、現時点でこの能登半島地震で被災された方と連絡がつかないでいる、そうした被災者の数、人数というのはどのぐらいになるんでしょうか。内閣府高橋政策統括官。お答えいたします。今般の能登半島地震では、多くの方々が広域的に避難をされたこと等から、石川県が被災者データベースを構築し、
避難先や被害の状況等について一元的に集約するなど、効率的な被災者支援に取り組んでいると承知をしております。具体的には、各避難所の避難者名簿や個別訪問で把握した情報に加え、LINE やコールセンターによる情報登録窓口に登録された情報等も活用し、被災者の方々の状況把握が進められているところでございます。被災者データベース上では、5月20日時点で10万1801人が登録されており、六島町人口の約 81.6% に当たる数が登録されているというような状況でございます。庄司君。ということは、19% 程度は登録をしていないというのは、つまり所在がつかめていないという理解をさせていただきましたが、今後、今申し上げた復興まちづくりを進めるにあたってはですね、住民の皆様の意向調査が必要です。これ、誰一人取り残すことがないように復興を遂げていくために、今後、このまだ未掌握の部分について、どのように取り組んでいくか伺いたいと思います。高橋統括官。お答えをいたします。被災者の一層の状況把握を進めるため、石川県では、LINE やコールセンターを活用した被災者からの情報登録を、県のホームページや公式 LINE アカウントで引き続き広報いたしますほか、全国の地方公共団体に対しまして、広域避難者の支援にかかる情報連携を依頼されたり、また、六市町全住民を対象に支給される県の義援金の申請手続き情報を活用するなど、工夫して状況把握に取り組んでいるところでございます。また、内閣府といたしましても、広域避難等により、被災市町村以外の市町村が被災者を受け入れている場合には、受け入れ側の市町村等が支援情報を記録し、被災市町村と情報連携をすることが重要であることを全国の自治体に通知するなど、石川県の取り組みを支援してきているところでございます。引き続き石川県とも連携し、状況把握を含め、被災者の支援に取り組んでまいりたいと考えております。庄司君。国だけではできません。県市町村と連携をしながらです。しかし、2万人前後の方とまた連携が取れていないという、こういう状況ですので、少しでも早くですね、工夫をし、研究をし、全員の皆様の所在の確認に努めていただきたいというふうに思います。それから半島地域のですね、この半島振興法で指定を受けている市町村数というのは、194の市町村になるんですけれども、この194の自治体の皆様から、幾度に強く要望としていただいているのは、足の確保という課題でございます。移動条件、移動手段の条件フリー地域ですので、コミュニティバス、自家用有償旅客運送、福祉輸送、スクールバス、こうしたものを複合的に推進することが重要だというふうに要望をいただいておりまして、リデザイン会議の議論にも注目をしてまいりたいと思っておりますが、こうした自治体からの要望の多い事業についての政府の支援の考え方について伺います。石原国土交通省大臣官房公共交通政策審議官。お答えいたします。ご指摘のとおり、バスなどの公共交通サービスが十分に提供されていない半島地域等では、福祉輸送車両やスクールバスなど、地域にある輸送資源を最大限活用し、住民の日常生活に欠かせない移動手段を確保していく必要があります。こうした取り組みを進めていくためには、地域のさまざまな関係者の連携と協働が不可欠であり、国土交通省では競争マース実証プロジェクト事業を設けて支援しており、今年度は一次公募で半島地域を含む160地域の取り組みを採択したところでございます。さらに今、委員からご紹介ありました、地域の公共交通リデザイン実現会議、この取りまとめを踏まえまして、こうした取り組みを各地域で本格化させるため、地方公共団体の部局間連携や、大幅に制度改正された自家用有償旅客運送の活用を促進するべく、政府共通指針や分野別指針を策定、周知することとしております。引き続き、地域関係者の連携、共同の取り組みを促し、半島地域の移動手段の確保、利便性向上に努めてまいります。以上。庄司君。ありがとうございます。移動手段の確保と同様に、非常にニーズというか、必要性が高いのは、住まいの支援ということになろうかと思います。
先般、金沢大学の青木准教授と意見交換をする機会がございました。もともと高齢化が進んでいた奥能登のような地域、半島部はもうどこもそうだと思いますけれども、震災の影響で、一層空洞化が進む、高齢化が進展するという中で、いわゆる災害公営住宅の作り方について、例えば最初からそのサービスを外付けではなくて、住宅の中にサービスをそのつけておく、例えばサービス付き左高住ですね、サービス付き高齢者住宅のような復興公営住宅、こうしたものが有用になってくるのではないかという、そうしたご指摘を頂戴をしておりまして、こうした住まいの支援の形態というのは、今後の検討課題に十分なるのではないかなというふうに思っておりまして、政府の所感を伺っておきたいと思います。石坂国土交通省住宅局長。お答えいたします。能登半島地震の被災者の住まいを確保するため、災害公営住宅の整備を進めるにあたってましては、能登半島地震において被災地域が高齢化率が高く、災害公営住宅に入居される方も高齢の方が多くなる可能性があることを踏まえた検討を行うことが極めて重要であると考えているところでございます。過去の災害におきましては、災害公営住宅の整備にあたり、併設施設に生活援助員が常駐し見守りなどを行う事例、住宅内に共同の食堂を整備し、一緒に昼食をとることを通じて、入居者相互の見守りを行う事例など、福祉的な視点も踏まえて整備された事例もあると承知しております。先ほどご指摘でございましたサービス高齢者住宅、サービス付き高齢者住宅のような機能も、災害公営住宅で確保できるものと考えていることでございます。国土交通省におきましては、入居者の見守りや交流のための共同施設部分も含めて、災害公営住宅の整備に対する財政支援を行うこととしており、被災した市町に対して先行的な事例を紹介するなど、入居者のニーズを踏まえた整備が進むよう、自治体をしっかり支援してまいります。庄司君、ありがとうございます。被災者支援と高齢者支援、これがシームレスにつながっていくように、ぜひ市町村の支援をいただきたいと思います。次は文科省にお尋ねをいたしますが、地震調査研究推進本部では、海域断層、海域活断層の位置、形状、そして発生する地震の規模、発生確率等の長期評価を実施をしてまいりました。九州地域北方沖、中国地域北方沖の海域活断層の評価結果によればですね、37の断層帯のいずれかで、今後30年以内にマグニチュード 7.0 以上の地震発生確率、これが 8% から 13% であるということが、令和4年に公表されております。今後、こうした地震調査研究推進本部の評価がですね、県や自治体の被害想定の見直しに、どのように生かされていくべきだということを期待していらっしゃるか伺いたいと思います。石原文部科学省研究開発局長。お答え申し上げます。地震調査研究推進本部では、地震防災対策の強化、特に地震による被害の軽減に資するための取り組みの一つとして、地震の規模や一定期間内に地震が発生する確率を予測する長期評価を随時公表してまいりました。日本海側の海域活断層の長期評価につきましては、先生ご指摘のとおり、令和4年に九州中国地方沖の評価結果を公表しており、さらに現在は能登地方沖を含む海域についての評価を進めておるところでございます。この長期評価は、これまでも地域の防災計画や耐震対策の計画などの基礎資料として活用されてきたところであり、今後とも防災対策に活用されるよう、長期評価の結果の公表時等に自治体に対し詳細な説明を行うなど、丁寧な情報提供に努めてまいります。庄司君、ありがとうございます。最後の質問ですが、今おっしゃったように、近畿地域沖、北陸地域沖の評価が進んでいた矢先の元旦の能登半島の地震でございまして、非常に残念な思いをいたしております。今後、新潟から東北地域、北海道地域へと断続的に長期評価が実施されていくものと思っておりますけれども、地元の都道府県や自治体の対策強化のためにもですね、より迅速化した調査結果の公表を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。千原局長。
お答え申し上げます。海域活断層の長期評価につきましては平成29年度から日本海側で段階的に実施してきておりましたが、本年1月1日の令和6年能登半島地震の発生を受けまして、地震本部といたしましては海域活断層の長期評価について速やかに防災対策にも活用できるよう、利活用できるよう公表可能な結果から早期に公表していくことといたしました。具体的には検討に時間を要する地震の発生確率の評価結果を待たず、まず能登半島沖を含む海域の活断層の位置形状やそこで発生する地震の規模の評価を行い、その結果を今年夏ごろまでに公表する予定でございます。できるだけ速やかに地域の防災対策に利活用できるよう順次評価を進め、公表可能な結果から早期に発表すべく努めてまいります。庄司君。おります。ありがとうございました。これにて庄司君の質疑は終了いたしました。